野菜ジュース蒸しパンを作っていきます。まず薄力粉にベーキングパウダーを混ぜます。はい、ではふるいでふるっていきます。はい、ではボウルに卵を割っておきます。はい、砂糖を入れてよく混ぜ合わせます。はい、では野菜ジュースを入れて混ぜていきます。はい、では先ほどふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れていきます。はい、全体を混ぜ合わせていきます。粉っぽさがなくなるまで混ぜたら、オリーブオイルを大さじ1入れます。しっかりとまた混ぜ合わせます。はい、全体に油が馴染んでツヤっぽくなったら生地の出来上がりです。はい、ではシリコンカップに入れていきます。はい、こんな感じで半分くらいまで生地を入れたら蒸していきます。はい、ではフライパンにキッチンペーパーを3枚重ねたものを敷きます。これは布巾でも代用できます。そしたら先ほどのカップを並べていきます。はい、こんな感じで並べます。そしたらフライパンの底から約1センチくらいの高さまで水を入れていきます。はい、では中火にかけて一度水を沸騰させます。はい、お湯が沸騰してきたので弱火にします。蓋をして10分から15分蒸し焼きにしていきます。はい、15分経ちました。爪楊枝を刺して生地がまだついてきたのでもう少し蒸していきます。再び3分くらい蒸しました。では爪楊枝を刺して生地がついてこなければ完成です。よし、はい、野菜ジュース蒸しパンの完成です。はい、鮭の味噌グラタンを作っていきます。まずじゃがいもを一口大に切っていきます。切ったじゃがいもは水にさらして水気を切っておきます。はい、では次に玉ねぎを粗みじん切りにしていきます。では次に鮭を2切れ準備して一口大に切っていきます。はい、切った鮭に塩コショウを振っておきます。はい、水気を切ったじゃがいもを耐熱ボウルに入れて沸騰します。はい、では600ワットの電子レンジで5分間加熱していきます。はい、ではフライパンにバターを入れて溶かしていきます。鮭を入れて、はい、しっかり火が通るまで焼いていきます。はい、鮭がしっかりと焼けたら一度取り出します。はい、残りのバターと玉ねぎを入れて炒めていきます。ネギがしんなりとしてきたら薄力粉を入れて粉っぽさがなくなるまで炒めていきます。はい、粉っぽさがなくなるまで炒めたら牛乳を少しずつ加えて炒めていきます。はい、牛乳が温まったら味付けをしていきます。1/2、味噌が大さじ1、味噌を溶かしながらとろみが出てくるまで加熱していきます。はい、とろみがつくまで加熱したらじゃがいもを入れます。鮭を戻していきます。はい、全体を合わせていきます。火を止めてチーズをかけていきます。はい、では200度に予熱したオーブンでチーズが溶けるまで焼いていきます。では仕上げに乾燥パセリを散らします。はい、鮭の味噌グラタンの完成です。
方村の暮らし。いただきまーす。うん、おいしい。あ、なんかリンゴのほのかないい香りとかするか。うーん、まっ。牛乳が鮭の臭みを消してくれるね。めちゃくちゃうめ。あ、ほんとだ。なんかちょっとフルーティーな。うん、まっ。ママのホワイトソース最高にうまいわ。ね、チーズも焦げていい感じ。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録